にちは、大阪の脇田隆法でございます。今回はですね、ワープロジェクト大使の初夏の会、連成会、こちら、養老ホテルさんで開催させていただくことになりました。今回はその案内ということで、少しお話しさせていただきます。日にちがですね、8月の10日、月曜日なんですけれども、祝日となっております。で、まあ盆休みには入ってるかなという感じなんですけれども、10日、11日と、2日間で開催いたします。まあ、連成会としましては10日の日に行いまして、11日には、神社作法ということで、奉納記号に向けての、作法なんかを勉強できる場となっております。この連成会はですね、来る9月21日に行われます世界平和の祈り全国五穀神社奉納記号というものが開催されるんですけども、まあ、それに向けた連成会ということで、担当の書家の皆さんはもちろんのことですね、興味のある方ぜひご参加いただきたいと思います。夜にはですね、懇親会も催しまして、楽しく進めていきたいなというふうに思っております。その他連成会ではですね、いろんな先生方による席上記号もあり、また一般の方にもですね、まだ参加いただきまして、その大きい筆でですね、書くなんてことはまずないと思いますので、そちらの方の体験のワークショップなんかも開催するようになっておりますので、ぜひご参加いただきたいと思います。申し込みの方はですね、ただいま絶賛募集中でございまして、8月の上旬で一旦締め切りたいと思っております。それまでに人数の上限が来ましたら、また、ご案内させていただきたいと思いますので、こちらの Facebook の方からお申し込みいただければと思います。皆様よろしくお願いいたします。